はい、どうもサンドでございます。スクワットやっていきましょう。今回のボーナスキャラは、新キャラダブルゴールドレアの、ポギーと、あと、親切な感じですね。覚醒したの使ってくださいって感じで各部の主人公が来ておりますということで、ボイオンと、レベル上げたのでジョルノを使っていきたいと思います。パワーね、ジョルノ2000で今一番高いんですよね。2020ですね。これ3突するとなんか2800ぐらいまでいくらしいですけど、スクワダでどれくらい変わってくるんですかね、ちょっとわかんないんですけど、とりあえずボイオンは強いよっていうところをね見ていきましょう。あ、ちょっと黄色で見づらいですね。あ、スタンドアップ入らん。そうなんだよね、一発目は入れないんですよね、ちょっとね。ジョルノ、ちょっと4太郎欲しいな。ここではまだ打てないですね。4太郎打ってからジョルノかな。ジョルノはスキル4ですね。ボイオンも4です。さあさあさあ、 OKOK、 いい感じで、ジョルノを挟んで、お、何をしてくるのかな。あー、お邪魔出てくるんですね。なるほど、ちょっと邪魔くさい。さあ、4太郎、ちょっと早めに消したいですね、お邪魔をね。この間に、よしよしよし、タルカス、よし、これでジョルノを打って、右真ん中のを消したいかな。消して、ちょっとお邪魔、ジャーマー臭いね、ほんとに。ちょっと今回ディアボロとジョルのコンビは難しいんじゃないかな。はい、いや、結構出してきますね。邪魔くさいな。まあ、ここでいいか。やばい、お邪魔があることによって、タップがしづらい、すごく。ちょっとジョルノより違うキャラの方が良かったかな。ジョースケも結構範囲広いですよね。まあ、今回はボイオンとポギーでしょうね。あー、タップしづらい。
よしよし、とりあえず4は作れたよ。いやー邪魔くさいな、結構邪魔くさいですね。ここを消して、これね、流れでボックス作れるといいんですけどね、なかなか。さあ2000万弱のペースですね。さあ、まあ1000万ちょいか。とりあえず1と2だとそこまで恩恵は感じられないかな。何もないところでやってしまいましたね。ああ、やばい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 。さあ、これでスタンドアップタイム入って終わりかな。あんまり消せなかったか。さあ、ジョルノまで行っちゃいたいけど間に合うかな。よし、間に合いましたね。ただスタンドアップはもう無理だね。さあ、終わりですね。まあ1200万か。まあこれなら、まあ、まあまあ無理に覚醒させるっていう必要は出てこないのかなっていう印象なんですけど、皆さんどうですかね。最後に宝箱開封して終わります。はい、また後でね、ボイス、リゾ太郎で更新しておきましょう。宝箱は、全部開けちゃうか。50個出ればもう10連終えますね。お、10個、ほい、はい、あー、ない。さあ、ここが本番です。はい、あー、違うね。おー、家具付けはいらない。まあイベントまだ終わってないんで50個はたまるでしょう。
はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけるとありがたいです。じゃあまた。